グローバルガールズグループを標榜し、世界から注目される7人組日本人グループの XG。彼女たちが所属する XGALX の CEO 兼エグゼクティブプロデューサーを務める JAKOPS、サイモンジュノパーク以下、サイモンが、ウォークアップ REMIXX、プロットバイ JAKOPS を発表した。 原曲は5月に XG がリリースしたラップソングで、今回発表したリミックス曲は XG 初のワールドツアー、The First Hour, The First Hour, 内でサイモンがキュレーターとしてプレイしたことで話題を呼んでいた。画像、XG のエグゼクティブプロデューサー JAKOPS、サイモンが語る、w ークアップ REMIXX とコラボレーションの効果。同曲の参加アーティストは、 日本からアクロ、アクロ、エイウィッチ、エイウィッチ、オズワールド、オズワールド、バーバル、バーバル、韓国から DOK2、OK、ドッキ、J パーク、J パーク、パロアルト、パロアルト、タック、タックの8名。日韓から豪華な顔ぶれが揃って生まれ変わったこの楽曲制作の行きさつとはサウンドプロデュースを担当した、アンリアレージ、アンリアレージ、 の10周年賞で楽曲演出をするため、パリへの渡航を控えたサイモンに話を聞いた。9月20日に、ウォークアップ REMIXX、プロッドバイ JAKOPS が配信リリースされました。ウォークアップのリミックスバージョンを制作したいきさつを教えてください。サイモン、ウォークアップは、XG 初のフルラップの楽曲、MC やヒップホップのカルチャーに向き合いつつ、 自分たちらしさを表現した曲です。その世界観を拡張し、深めたいという思いで今回のリミックスを制作しました。ウォークアップ REMIXX, プロッドバイ、A K、o d by JAKOPS。参加アーティストは、日本からアクロエ A ウィッチ、オズワールド、バーバル韓国から DOK2、OK、j パーク、パロワルト、タックの8名です。 日韓から豪華なラッパーが集いましたね。サイモン、僕は韓国人の父と日本人の母の間に生まれ、シアトルで育ちました。JAKOPS というプロデューサー名も、JAPAN、日本、プラス、k o リア、a 韓国、プラス、キ r o d u c e d b イ s e イモンという由来から名付けています。日本と韓国には素晴らしいヒップホップシーンがあるので、 それぞれのラッパーと楽曲の世界観を共有しながら素敵なラップを入れて作り上げたいと思い、この8名に声をかけました。それぞれどんな行きで参加されたのか教えていただけますかまずは a ウィッチさんとオズワールドさんから、サイモン、a ウィッチさんは XG のライブにも来てくださり、応援してくれていた行き札があります。その気持ちが嬉しかったですし、 楽曲はもちろん彼女のルーツやストーリーに共鳴し、作品に参加していただきました。オズワールドさんは自分の SNS をフォローしてくださっていて、同じく楽曲やストーリーに共鳴し、参加につながりました。バーバルさんとアクロさんはいかがですかサイモン自分と似た背景を持ち、中学生の頃から音楽性に魅了されてきたバーバルさんにも参加してもらうことで、楽曲により広がりが出ると感じ、 オファーしました。アクロさんは日本とメキシコのミックスで、2012年頃に YouTube でお見かけし、いつか一緒に制作をしたいと思っていました。約8年前にコンタクトを取り、そこからよく音楽の話をして交流しています。今回はラテン系のスタイルでラップを披露してくださって、痺れました。8人の才能を結びつけたのは、多様なルーツとストーリー。 韓国から参加した4名も多彩な顔ぶれです。サイモン、J パークさんと僕はアイドルグループ出身でシアトル生まれという共通点があります。現在は韓国のヒップホップシーンに多大な貢献をされていて、アーティストやレーベル代表のほか様々な活動をされていてリスペクトしています。昔から XGALX を応援してくれていて、XG めっちゃかっこいいです。 と直接伝えてくれて嬉しかったです。